皆さん、こんにちは。シンプルでほのぼの、それでいて一目で全てが伝わってくるイラスト。YouTube を見てくれている皆さんならば、知らないものはいないだろう。そう、あのイラスト屋である。当チャンネルも、いつもお世話になっている素材屋さんだ。サービスが始まって早10年のイラスト屋だが、最近では海外でも目にするとのことだ。一致の投稿直後から、すれないは大いに盛り上がりを見せてくれる。それでは、早速行ってみよう。イラスト屋、世界で大活躍してしまう。アメリカのスーパー、台湾政府も使ってます。台湾スーパー、シンガポール、韓国、ハワイ、これ半分がアファだろ。一致からの報告に早くも湧き立つスレミンたち。みんな、イラスト屋の凄さを知っているようだ。すげえ。汎用性めっちゃ高い。世界のイラスト屋。ラインスタンプめっちゃ買ってるわ。これ教科書に載るやろ。日本初で唯一世界を征服したコンテンツ。これフリー素材扱いなの？フリーだけど商用用もあったはず。フリーだと確か何らかの制限はついてたはず。10点以上使ったら金払うってシステムやけどみんな忘れてる。イラストやサイトもなんで請求しないんやろうか。請求し始めたら誰も使わんやろ。多すぎて請求かけてられんのやろ。マイクロソフトも特許関連は多すぎて把握できとらんらしいし似たようなもんや。すげえんだな。グローバルスタンダードじゃん。シンプルイズベストは世界共通。ガーファイテイキ。イラスト屋のインスタスゴ。世界がイラスト屋に支配されてしまう。イラスト屋のせいでイラストで生計立てようとしてた石は全部、坊やからな。神。おっと、イラスト屋の生みの親には台が映るが、またしても絶賛の嵐。イラスト屋こんだけ使われてても作者はあんま有名にならんよな。三船隆やっけ。名前だけ知ってるけどどんな人かは知らんな確かに。作者が出しゃばったら絵を見ると作者の顔浮かぶようになるから使う人減る。作者が有名にならんようインタビューとか絶対断るんやで。賢い。バンクシー超えたわこれ。うちの会社も社内向けの資料でバッコバコイラストや使われてて草生える。これなんなの？普通に、ケボケ老人だったかと思う。認知症のばあさんが、食べてる画像やないの。ビニール袋やろ。さて、気になるイラスト屋の収入は？どうやっても受けてるの。サイトの広告か、無料の範囲を超えた分のお金じゃないかしら。ラインスタンプも出してるで、結構人気やで。たった一人で世界を支配した男。作者が SNS とかで出しゃばらないの本当に賢いよな。ここまで広まるとめちゃくちゃ楽しいやろな。テレビでも普通に出てくるもんな。こういうの書いてたイラストレーターは完全に仕事なくなった。イラスト屋の安定感と安心感は異常。イラスト屋のインスタ見てきたけど投稿の写真めっちゃ可愛くてほっこりするのにコメントへの返信に感情が感じられなくて草。まああえてそういう感じでやってんだろうけど。イラスト屋に弟子入りしたい。2代目になりたい。一人でやれるようじゃないよな。採決される兜ガニのイラストなんて必要か？2012年のイラスト屋開設から毎日更新していた三船氏。2021年の2月からは不定期な更新となるも、素材数は2万5000以上。その数と、汎用性の高さにスレミンは驚き、リスペクトが止まらない。何がおかしいって使い時を考える頭がおかしいよな。何考えて書いてるんだろ。必要なさそうなイラストも話題性重視で描いてそれが成功してるから頭ええわ。基本フリーで使えていろんな支柱に頼るイラストサイトなんてなかったし、そもそも企業は外注に頼んでたしで隙間産業のど真ん中ぶち抜いた感じ。要望とか聞き入れて書いてるらしい。銃を乱射する人の可愛いイラストとか追加されそう。大体の人物画がイラスト屋でこんな画像あったよなと言えるからすごい。こちかめ並みの幅広さやで。実際使いやすい。ワイも仕事でお世話になっとるわ。いつ使うねん。時代先取りすぎてくさ。コロナ収まらなかったら VR 卒業式流行るんじゃね？やっぱすげえな。N 校か何かで話題になった時のだと思う。イラスト屋の新作投稿スピードに優勝サイトが追いつけないのは問題やろ。そりゃみんなイラスト屋使うわ。でも天才だよな。一つのイラストに大量の情報を詰め込んでる。世間で普通に見かけるからすごいわ。特に流行ったわけでもなく、気がつけば世の中に浸透してた。イラスト屋の微妙に使えるラインのセンスすごい。時事ネタにも精通してるし。ここからは、スレミンたちが見つけてきた、面白素材の発表会である。皆さんも、ご覧になってどうぞお楽しみあれ。白人マスクバージョン作ってあげたらええな。3月1日に他民族版出してるぞ。ほんまに何でもあるんやな。フットワーク軽くてすげえと思うわ。
デーモンコアのイラストとかなんで描いたんや。すごくよくわかる。社会問題のイラストなのに、ホワホワしてしまう。こいつはもう世界一のバカだろ。なんでもあるな。ワイがよく食べるやつで草、美味しい。学会とかで日本人の使うスライドに、あまりにも大量に使われまくって有名になった。っていうのが笑えるわ。この人めちゃくちゃ上手いで。普通に車とかさらっと書く。あと筆がめちゃくちゃ速いで。ごったいもあっさり一日で書いてしまう。だからあんなに大量に作品作れるんや。すまんフィグは持ってないに、カオル。立体化しても可愛いイラストやの女の子。ちなみに、私は口元がオメガな女の子が大のお気に入りだ。欲しい。買わよ。これといい日本のデフォルメの文化はさすがやな。チケットピアなんでこんな優遇されてるんや。連携してなかったっけ。見ようによってはそう見えるわって使い方もできる絵柄。わらんの絵しりとりみたい。小難しいこと説明するスライドにイラストや使うとギャップが面白いんや。学会で日本人がこぞって使ってるあの絵何ってなっとるらしいの草。香港でも使われてるよ。組み合わせ次第で再現度高くて草。イラストやの絵で何の漫画か当てるすれあったな。ゲーム再現するやつも好き。この不快にさせない絵と幅広いジャンルがすごい。あるわけないよね、ほんと好き。セシルとかいう歴代 FF の一のクズ主人公。これはカインと訂正したい。三船の刀剣絵好き。やばすぎでしょ。あ需要なしわら。くさ。これニコニコのプルって RPG で1回くらい見た。くさ。ピンポイントすぎてくさ。後ろ姿でもわかるように特徴的な髪型と服にしてるあたり頭いい。なんで2番チェンジが出てこないの？ Y でもできそうなんやが。ここまで揃えられたら並大抵では追いつけん。守備範囲がえぐい。尋常じゃなくアンテナが広くて筆が速いねんな。組み合わせやすさ。それなりのクオリティ。無料。膨大な数。キレキレのブラックジョーク。全部用意するとか無理やで。いち早くやったことが偉い。新規作成のスピードが速い。絵も簡単そうで特徴抽出してるからレベル高い。これほんま助かったわ。これは、サムライ880伝という漫画の紹介イラストだ。ここまでシンプルに解説できるイラストや、マジですげえ。さ、サム8も解説できるとか万能かよ。ゴッホ、ピカソ、バンクシー、イラストやのいつ使うのかよくわからないファンタジーカテゴリー好き。何書いても可愛いな。アルバムのジャケットや、ビートルズやん。最近とカードとか漫画とかいろんな商品でコラボしてるし収入エグそう。表情とか絶妙やと思う。理系学生はこういうの重宝するんやろか。ビニールカーテンを避けないように注意するイラストとかなんで思いつくねん。一人の力じゃない。要望募集してるか書く人は一人でも企画は複数人でやってるやろ。Twitter で募集してるぞ。1時間後上がったりする。そうなんか、見てみるわ。イラスト屋の守備範囲の広さは以上。そして、スレミンたちによる世界のイラストや怪談は終了した。素材のジャンルは、日常的なものやニュースネタ、使いどころがわからない面白ネタと幅広い。イラスト屋のブームは世界中でまだまだ続くだろう。もし皆さんも、イラスト屋の面白い画像を知っていたら、教えてくださいね。それでは、ごきげんよう。皆さんは感情の起伏は激しい方だろうか？一言に感情と言っても、喜怒哀楽の枠に収まりきらない。様々な感情を抱えているのが我々人間である。この人間誰しもが持っているであろう。感情を失ってしまった中学生一致が、スレを立ち上げた。タイトルは、中学生だが感情を失ってしまったが質問あるか？完全に失った。もう何も感じなくなった。仮にペットが死んでもふーんとしか思わない。わかるわ、辛いよな。うつ病じゃん。それとは違う、完全に感情がないだけ。は、だよ、小作が、本当に感情のないものの気持ちはわからない。くそこれ、みんな一致の振りはわかっとるメンスな。なんで失ったの？悟ってしまった。それ悟りやん。お前もういい歳だろ。世界救ってそう。同じだ。感情失いすぎてバッタも触れるようになった。感情を失っていなくてもバッタは触れると思うのだが。そして悟りを開いたと豪語する一致へ、あるスレミンから一つの問いが投げかけられる。最近あった嬉しいことか悲しいことは？日曜なのに月曜と間違われて朝早くに起こされた。はぁ、感情あるやん。俺は嬉しいことか悲しいことって聞いてお前は答えた。
イコール感情持ってるってことだぞ。日曜なのに誰でもムカつくだろ、ということが論理的に、頭では、理解できる。もちろん怒らなかった。いや、日曜だけど、って言って、ドアを閉める。ただそれだけ。俺もなかったけど、エゴジになって痛すぎて取り戻したから頑張るんや。俺も失いすぎてパンチングマシーンで100クグとか出るようになった。ピカソ見てこいよ。ガソリンの味を知って損。まあそういう時期あるよね。時期ではないな、永遠に続く。中学生に永遠と言われても、と思う方が大半だと思うが。Y も失ってしばらく経つが、未だに感情あった時のことを思い出して泣くわ。溢れんばかりの承認欲求だね。Y は小学生の時悟りすぎてガイア理論まで行き着いたぜ。ああ進化失敗したな。まるでタラちゃんやな。ただの中二病やん。ダークサイドやね。じゃあ今すぐコンビニ行って全財産甘ギフにしてハローや。めんどくさいって感情もないんやろ。早くしろやかす。アホ、感情のないわいかっけー。実際本当に感情ないってどんな感じなんやろな。統合失調症の陰性症状は感情どんまになるが、動けんようになるようやな。感情を取り戻せない雑魚。一文二打が2回使うな。久しぶりやん。突然腕切り落とされたらびっくりするんやろな。感情ないのに。感情って何か知ってる？そんなん動物でもいきなり自分の腕切り落とされたらビビるわ。バカかお前。あ、腕落ちた。ってな感じで何も感じないぞ。義務教育の辛いとこね、これ。わいは理性を失ったわ。根性を失ったは理解できるが、理性を失った状況はとても気になる。10年以上前に建てられたスレのパクリ。カメレオンって漫画に勇気ってやつが感情ないキャラやったけど、やっぱところどころでそれ感情やないのって、突っ込みたくなるような言葉や行動してたね。あ、これ5年前のビップに寄ったってたスレだ。ワイも感情を失ってしまって悲しいわ。感情を失うような育て方をした親に怒りが込み上げてくる。お前もこっちに来たんやな。チャンピオンとか呼んでそう。惰性で生きるなよ。ワイみたいになるで。これ好き。こういうスレで感情を取り戻すくだり好き。うつ病だと思う。気をつけて。確かに一致に感情がないのであれば、うつ病の心配はあると思われる。え、畜生に現実見せられて、感情失いましたはさすがにダサすぎる。このくだりすこ。こんな手垢つきまくりのネタスレにムキになってるやつ、哀れでくさ。前も見た。カレールーってみんな何使ってんの？ワイはジェワ辛口。嫌なことあっても、いや私感情ないし何も感じないなーって自己を守れるから。累計15回くらい感情失ってそう。ワイもや。ただの陰キャよ。わしに感情はないで。性格悪い人のこと気にするなよ。自分の本当の気持ちは誰にもわからないんだから。20年前からこういうスレ見たな。この手のスレをウキウキしながらいつも立ててそう。中学の時は今これ言ってたんやけど、やっぱ共通なんか、恥ずかしくなってきたわ。誰しも通る道や。何も辛いことがないって幸せや。いつまでも続くといいな。言う書かれた裁縫きっと選んでそう。もういいわお前ら、文句ばっかり。こう言い残し中学生一気は去っていった。一気がどのような反応を期待したのか不明だが、求めている内容ではなかったようだ。このスレないように苛立っている時点で、一気は感情は失っていないと思うが、そして一気が去った後も、スレ民たちの不毛なやりとりは続くのだった。ワイも感情ないんや、気分やな嬉しいで。感情を失った平凡に、ガガガピガガガガガピガ。自分のスレ伸びてニヤニヤしてそう。性格悪い関西弁野郎が多いからな、仕方ないって。ちなワイも感情失ってるで、お揃いやな。ワイも一日一回は感情失うわ、手になるよな。感情がないって論理的にどういう状態なん？感情ないならワイに金くれや。金はない。霊障系は良くないと思う、うつ病の元だわ。こういうやつって感情がないんじゃなくて、無気力なだけやろ。同じうつ病だと思う。うつ病、感情ないの？何やるのもだるいとかそんな感じやろ？感情がないから無気力になるってことだと思う。感情は行動の原動力だからね。中学生だと思い込んでないか？さすがにリアル中学生やろ。じゃなかったらちょっとやばい。もう寝ろ。ワイもやで。周りはみんな楽しそうに見える。けどワイには損する資格はないんや。損悟ったんや。うつ病に気をつけて。睡眠時間足らんかったり刺激少ない単調な毎日過ごしとると、うつになるから気をつけるんやで、一致。こうしてスレは幕を閉じたのだった。
結果的に感情を失った状態は全く語られなかった。おそらくヨガや瞑想で言われる下脱くらいまで行けば実際感情に流されずに生きれると思うのだが、限られた人間だけがたどり着ける境地なのだと思う。イッチは感情を失ったと未だに信じているのなら、誰か教えてあげてほしい。このスレに納得がいかない気持ち自体が感情であるということを。